今回はモナ Wi-Fi の雑談やっていこうと思います。今回はねちょっとだけ長くなるかもしれません。まあ、なんでね、まあ、最初にある程度雑談しますので、まあ、その内容を聞いて、ね、興味がない方とかはまあ途中で離れるのがいいと思います。まあ、なんでかその理由なんですけど、とりあえずねこれが出てきます。この端末ね、こちらになります。 Amazon のページになるんですけれど、 ATAM の MR05LN ってものになります。 SIM フリーのモバイルルーターになります。で、結構ね質問がありました。この端末で使えるのって質問あったんですけれど、まあ、答えだけ先に言っちゃいます。使えます。で、なおかつ今日リンクの方貼っとこうと思うんですけれど、 YouTube ライブやりました。で、 YouTube ライブ3時間ほどやって、だいたいね 3.5 ギガ使えました。これで、うん、今ねこれ 3.99 出てるんだけど、 3.5 ギガぐらいかな。 YouTube ライブ3時間やって使えました。なんかね感覚がね麻痺してて、おーなんだ3時間やっても3ギガ超しか使わないんだっていう感覚ミスってた、なんかねおかしくなってきてるんですけれど、まあ、普通にねキャリアとかで契約していれば下手したら3ギガ、まあ、7ギガとかって考えると、まあ、1日でね全部使い切ってしまったんで、ゾッとするようなね使い方なんですけれど、まあ、このねちょっとあのモナ Wi-Fi さんの SIM 今借りてるわけだし、あとルーターもモナ Wi-Fi さんから借りてる。で、あとスター Wi-Fi さんからも借りている。で、なおかつ楽天モバイルのスーパー放題、まあ、これも使い放題だよね、ある意味もう持っているっていう状態で、もうなんか完璧すぎて、うん、なんかもうね感覚が麻痺してきてるルルカがいるんですけど、そんな感じで問題なくこれにモナ Wi-Fi の SIM を挿して利用できるっていうのは確認しました。で、まあね、こっから先です。あの、まあ、余談ってわけではないんですけれど、まあ、このね、内容、ATAM の MR05LN、これで使えるよって知りたかった人だけは、まあ、ここで終わればいいと思います。で、こっから先になるんですけれど、今、見ていただければ分かる通り、これね、一応ね、設定を止めてます。接続エラーになってるんだけどね。うん。何かっていうと、APN 設定もしてあったんですけれど、削除しました。まあ、なんでかっていうと、なんだかんだ言ってね、設定やってなかったなと思って。うん。設定のを APN 設定っていうのをやっていなかったんで、じゃああの APN 設定でどんな感じでめんどくさいのかをね一回見ていただこうと思って、まあ、自分的には別にめんどくさい作業ではないんですけど、先ほど言ったように何も知らない方の場合、まあ、モバイルルーターとねこの SIM どっち選ぶかっていう判断材料にもなると思います。もちろんあと値段もかかるからね、この端末今 Amazon で買うと 19,780 円になります。それがモバイルルーターで頼めばね、モバイルルーターそのまま来ます。なんでそのまま使える。だけど SIM の場合は何かに入れなければいけません。絶対的に。っていうので、まあ、これをね、選んだ場合、選択した場合はもちろん自分のものになるので、まあ、ここから先ね、まあ、モナ Wi-Fi 使っていて、まあ、満足できない方も出てくるかもしれません。そうなった時に、ああ、じゃあモナ Wi-Fi キャンセルしよう、もうやめようかなってなった時に、まあ、ナノ SIM のものであればね、また違うサービス、他の格安 SIM だったりとかを挿して使うこともできるって、まあ、自分の端末なんでね、まあ、昨日も話したけど、まあ、気兼ねなく使えるんじゃないかなとは思うんですけど、やっぱこういう値段かかっちゃうんですよね。その前の日に出したね、W04 ですかね。あの辺になってくると、もう本当7000円とか6000円とか損壊で買えるんで、まあ、それこそね、お手軽に購入することもできるんで、そういう端末ももちろんあるんですけどね。っていう感じで、あえてね、今 APN 設定一回したものを消したので、もう一回ね、ちょっと皆さんと一緒に設定やっていこうと思います。動画に映しながら。で、ちょっとね、位置取りを考えるので少々お待ちください。この辺はちょっと軽く編集してるかもしれません。キスとかもね、足りないとやりにくいんでね、MacBook さんには横にいただいて、 MacBook Pro さんは横にいただいて、でもはい、それではね、改めて設定の方やっていこうと思います。モナ Wi-Fi さんね、入っていたこの紙にAPN が書いてあります。で、今日ね、判明したことなんですけど、自分はね、てっきりあの、格安 SIM 同様に、格安 SIM 会社の専用のね、APN 設定等々があると思いました。同じようにね、あの、純正のものとは違うものが用意されているんだなと思っていたんですけれど、こちらね、本当にソフトバンクの回線をそのまま使っているってことで、ソフトバンクさんの APN そのままです。なので、逆を返すと、ソフトバンクのモバイルルーター等々であれば、多分そのまま挿せば使えるはずです、これ。APN がソフトバンクのものになってるはずなんで、ソフトバンクの端末であれば。で、まあ、こういうふうにね、SIM フリーのものであれば自分で設定する必要があるので、そのソフトバンクの APN 設定をします。まあ、じゃあやっていこうと思います。APN 設定、選択で、今ね、SIM2 を使っているので、SIM2 です。SIM1 にはね、楽天モバイルが入ってるんで。で、新規追加。で、まあ、手動追加ですね。手動追加。で、サービス名。これ打ってきます。M。あーんと違うな。
モーナなんで。モーナって打ちますね、とりあえず。まあ、この辺はね、サービス名なんでね、自由でいいと思います。ここまでは自由なんで、まあ、サービス名分かりやすいのでいいと思います。で、APN 設定なんですけれど、まずね、APN、ここに書いてありますね。PLUS で、これね。PLUS で点と点で 4G4 でね、この G はね大文字なんで、ちゃんと大文字 OK。 これでとりあえず APN 入力します。次いきますね。ユーザー名 PLUS PLUS これだけです。で、まあ最後にパスワード、パスは 4G ですね。こっちの方は G は小文字なんで、ちゃんと間違えないようにしましょう。やべ、行き過ぎた。あー、もう一周しちゃった。ほう。あ、違う違う違う、G が抜けてる。ほう、G。はい、これで、設定完了です。どうですか？簡単ですよね。これでもう終わりです。で、あとは、登録ボタン、ここにあるんで、登録押します。で、今、モナになってますね。で、戻ります。はい。で、まだね、できてないので、これで、ね、ちょっと待ちます。この後。これ、再起動とかけたらすぐなのかな？あ、もうすぐに入ったかな、多分。はい、もうね、こういう感じで、ネット、つながりましたね。LTE で出てるね。これでネットつながってるはずなので、じゃあちょっとパソコンでね、ちゃんとネットつながってるか確認しようと思います。今ね、これパソコンとつないでる状態です。W05 ね。まあ、さっき何も設定しない状態で触ったんで、0になってました、速度がね。で、まあちょっと見ていこうと思うんですけれど、速度チェックと。はい、こんな感じでちゃんとね、つながっています。ここの数値ちょっとリアルタイムじゃないみたいね。あ、今来たね、 4.5 っていうに反映したと思うんですけれど、まあ、こんな感じでね、設定のこんな感じです。脅し目で話した感もあるかもしれない。あの SIM を選んだ場合に実際にね、SIM が設定できないって可能性もあるんですよっていう話。やっぱりね、なんか、なんだろうね、ルルカがこうお勧めしてるから SIM の方契約したんだけど全然使えないじゃんみたいに言われたりとか、まあ、あの責任持って設定やれよとか言われてもね、やっぱちょっと難しいです。あの何コメント等々でやり取りするの。まあもちろんこんな感じでね、自分の持ってる端末で APN 設定やってるとこ見せてって言われれば、今みたくね、別に APN 設定するっていうのが難しいことではないんでね、すぐやれるんですけど、まあまあどうでしょうか。今ね、自分やっぱ、できる人、そういうのを知ってる方がやればすぐできます。あの、今やったように自分も分かってるんですぐやれます。なんですけれど、やっぱ端末によってちょっと違います。あの、行く場所等々が。まあそうなってくると、ああ、なんか本当はできるはずだったのにな、みたいので、すごい労力食うこともあると思います。まあすごいね、時間かかってしまったりすることもあるんじゃないかなと思います。まあなんですけれども、そんなにね、怖いことではないと思います。APN セットってそこまで難しいものではないので。まあただ、何も知らない人がチャレンジするってなってくると、やっぱね、あの、昨日もお話したんですけれど、まず端末が対応してるのかって部分。今回のね、紹介した端末であればもちろん問題なく使えるし、その前にね、紹介した W04 とかであっても問題なく使えます。ただし、あの、もちろんね、使えない端末もあります。うん、でね、そういうのに当たってしまう確率っていうのもゼロではないし、まあそういう点々も含めてね、まあやっぱその SIM で借りるっていうのは自己責任になっちゃうんで、その SIM 本体がね、使えないものであればもちろん、モナ Wi-Fi さんのせいなんでね、そこはやっぱモナ Wi-Fi さんに何とかしてもらうっていうのは筋ではあるんですけれど、その、
あくまでその SIM をね提供してるっていう部分なんですよね。で、あとね、これもね、ちょっと勘違いしやすい方が多いんですけれど、これはね、また別の動画になってしまうんで、なんかね、別の動画の話ばっかりちょっと合わさって話すと変になってしまうと思うんですけれど、皆さんね、結構格安 SIM が最近流行ってきてますよね。で、格安 SIM いいよいいよって言ってて、自分もね、いいものはいいって言ってます。楽天モバイルとかね、かなりいいよっていう風に、自分かなり長い間、もう1年以上使っていて、ずっとね、いいっていう風に話しています。ただしって話なんだけど、やっぱね、サポートになります。で、モナ Wi-Fi さん正直電話サポートとかないし、そもそも多分設定等々で聞いてもほぼ教えてくれない。まあわかんないですよ。試してないとわかんないですけど、多分その設定一個一個に関してっていうのを対応はしていないと思います。サポートとして。SIM 自体が使える使えないに関してはもちろん対応はしないといけないと思うんですけれど、設定等までやってくれるかっていうとちょっと難しいと思います。その辺がね。ってなってくると、ちょっと詰まった時、まあなんか設定とかやってても、まあほんとね、わかってる方にとってはほんの少しの部分ではあったりするんだけど、ちょっとだけ違ったりする部分ってあったりするんですよね。思ったよりも、あれ思ったのと違うぞって部分出てきたりしちゃいます。で、そういう時に、まあね、大手キャリアとかであれば、そのサポートセンターに行く。まあサポートセンターで電話で聞くっていう部分もあるし、まあそれでわからなければ、それこそキャリアのショップね、行けば、まあそこでね、まあ設定できないんですけどって言ったら、キャリアの店員さんがやってくれると思います。設定等に関しても。あ、わかりました。じゃあちょっとやってみますねって設定してくれると思います。ただ、このモナ Wi-Fi で SIM レンタルしてできなかった場合に関しては、そういうサポートはないと思った方がいいと思います。まずないと思った方がいい。まあもちろんね、ルルカに聞いていただければ、ある程度の簡易的なことであればお答えしますけど、で、今回ね、こうやって時間わざわざ作ってお話ししたのはその辺ですね。まあこの端末であればこういう感じでできますよって。まあ難しくはないんですけれど、こういう設定が必要ですよって。で、こういう設定等だったりとか端末ね、今回で言えば2万円ぐらいする端末になります。まあもうちょっとね、ネットで買えば安いとこもあったりするんですけれど、まあそれにしてもね、1万数千円かかってきちゃいます。で、昨日のような端末使えばまあ5、6千円で買えるのかな ?W04 であれば。っていうものもあったりするんだけど、まあ買って用意する、設定する。っていう部分が発生する。うん。そこと、なんで、モナ Wi-Fi さんに関してはね、無制限のモバイルルーターっていうの。まあ、今回も 100GB を超えても使える SIM っていう部分であるんで、まあ、内容としては変わらないんですけれど、モバイルルーターをね、用意しなきゃいけないとかって部分を考えると、まあ、602HW をそのまま貸してくれるモバイルルーター、レンタル、無制限の方ね、そっちを借りるっていうのも手だしっていうのを、まあ、ちょっと判断材料にしていただきたいなと思って今回やってみました。いかがだったでしょうか。ちょっとね、もう自分が、まあ、見てくれてる人の中にはね、結構多いと思います。こういう風に SIM 触るのが好きで、APN 設定とかもよくやってる人とかにしてみると、なんでよ、こんなのなんで動画にしてんだよ、お前みたいなね、思う方いると思うんですけれど、なんでそういう目、自分の目から見ても、APN 設定ってもう本当に単純なことになるので、まあもう、できて当たり前と思っちゃってる節があるんですよね。ただ、何も知らない人から撮ったら、それってどうなのかなって部分があって、とりあえず、ちょっともう、前してるかなって部分もあるので、動画の上げてみます。その APN 設定ってこんなもんなんだよっていう。うん。まあ一応ね、脅した部分もあったんで、まあ、これを見ていただければね、どれぐらいの敷居なのかなっていうのは、ある程度分かってもらったかなと思います。はい。まあね、そんな感じで、あとは、Android かな ?Android の APN 設定もやろうと思います。iPhone に関しては、前回の動画でお話した通り、今ちょっと止まってる状況です。運営さんから、中の人ですね。運営というか、中の人から連絡待ちです。実際はソフトバンクのね、端末であれば、そのまま iPhone 5S 使えるってことだったんですけれど、ちょっとね、エラーが出てしまって使えなかったんで、そちらの方に関してはね、それ待ちってなるんだけど、まあ、Android に関してはね、そのまま使えると思いますので、次はね、Android の設定とかもやっていこうかなと思います。まあ、興味があるないっていうのは、まあ、すごい分かれてしまうと思うので、まあ、今回同様ね、まあ、最初に一回使ってみて、使えたよっていうのをお話しした上で、まあ、また今回同様ね、後半に関しては APN 設定やりますよみたいな2段階。まあ、動画2個に分けてもいいんですけれど、まあ、個人的にね、動画いっぱい出しすぎても見にくいかなっていう。うん。細かく一個一個分けた方が見やすいっていう場合もあるとは思うんですけれど、まあ、つながりがある動画であればね、一応その端末名とかで調べたり、設定っていうのを調べてもらって、まあ、分かる方であれば、最初のうちにね、まあ、使えるっていうのだけ知りたいっていう方であればね、それで使えるっていうのが分かると思うし、設定まで知りたいって方であれば、まあ、後半まで見ていただければね、設定まで分かる。みたいな感じでね、やろうかなと思っています。はい、今回はね、この辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。